になりました。午前様様月曜日、お相手はナンショーンカップ頑張らんかい、アニア・ソワチです。おはようございます、桑原勝利です。もう本当にもうあーですね。ですよね、はい、特にこの3連戦、はい、オリックス戦12連敗。オリックスにそんなに勝ってないんですね。勝ってないです。私オリックス戦ってやっぱりあの鈴木誠也選手が神った時の印象がものすごいあるんですよね、うん、はいはいはい、あの言葉が流行語になりましたから、ね、はい、あれ後ぐらいからじゃ勝ててない、そういうことってことですか。恐ろしい、ずっと勝てない、ひどいですよね。いやー、そうそうないですよ、このひどいです言いたくないけどひどいです。ひどい、だから全く逆になったね。4勝2敗でいいわ思ったのが2勝4敗です、ね、そうですね、先週で言うと2勝4敗、うん、まあ日本ハムに勝ち越したのがね、まあまああれだけですもんね、一つ救いかなという感じなんですが、はい、まあ、あんまりこれも言いたいことでもないんですが、笹岡監督がまあ監督になってからの交流戦で、まあ、カードの中で勝ち越したのは日本ハムだけっていう、ああ、まあ笹岡監督は3年目でしょ。そうですね、はい、まあ、一昨年なかった、1年はなかった、ね、交流戦がなかったんで、はい、まあ、去年今年と見た時に、そうそう、今のところカードで勝ち越したのはこの間の日本ハム戦、はい、寂しいですね、まあ、勝ち越しができたというふうに前向きに捉えたらいいんですかね、まあ、いい方に取ればいい、ね、いいんだけどそう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 、でもねまだ3勝でしょ、はい、だからねやっぱこう、うん、それが困るんだよね。今のところ交流戦は3勝でございますね、はい、9敗そう、うん、だから去年は、はい、あの3勝12敗、はい、3分けだから去年よりは上行ってほしいですよね。いや、このままだと去年よりもしかしたら、いや悪くなるんですからね、はい、負けがね、引き分けがね、12、あのその時は9回まで打ち切りやったから去年は、ね、引き分けが多かったんです、はい、けど今年は、まあ、勝敗は12回までつくことがほとんどですから、はい、いやいやもうちょっと去年よりは勝ち数増やしましょうよ。いやいや、その通りですよね、え、はい、あのどれ思うかしらっていうぐらい皆さんからのメールも悲壮感が、はい、漂ってます。安浦の岡ちゃん、カープがカード勝ち越しから一転期待を裏切る3連敗、今朝までの涙雨が上がりましたが、ただただどうしたのか笹岡カープ、不思議です。貯金がなくなり今季初5割になり、下位のチームが追いついてきてます。打開策はありますかね、アニアさん教えてください。ファンとしては不安だらけです。いや本当ですよね、まあ勝てる試合を落とした試合が3試合あるんですよね、ほうほう、この中でもね、はい、だからやっぱ悔しい、うん、それだけですね。うーん、あのやっぱ点はそんど簡単に入らん、連打で入るいうのはねめったにないんですから、はい、だからやっぱこう取れる時にスクイズとか、はい、ね、あのエンドランとか足を使った野球、うん、それが全くできてないんですもんね、うん、逆にやられてるんですから。そうですよね、うん、全部相手はスクイズもね、はい、得点3点相手もスクイズしてきたりして、うん、やっぱこう安全牌に持っていく野球やってるんですよ。そうなんです、パ・リーグってなんかこう大胆に打つぞっていうイメージだったけど、そうそう打つだけいう感じですよね。意外にっていうか、もう何番今やってるんだと思って、細かい野球はパ・リーグの方が、はい、走ってきますよね、うん、足も使うし、やっぱ攻撃面でもね、はい、でピッチャーでもそう、みんなあの途中から出てくるピッチャーが150キロほとんど出ますからね、やっぱりいい選手多いですよ。多いですね、改めて見て、いやパーリーグの方がね、はい、パーリーグすごいな、こうしてみたら、うん、交流戦で感じますね。思いますね、はい、三井さんがね、今のカープにはガッツが足りないような気がします。今こそ今年のキャッチフレーズのガツガツガッツで打って走って点を取ってほしいです。外野からの好返球も不運が続きましたね。好返球の後ボークを取られたり走塁妨害を取られ残念な結果となりました。何か歯車が狂ったような感じです。早く交流戦終わってほしいです。私は交流戦が大嫌いです
僕も嫌いですすごい力強いでしょ最後まで嫌いですって書いてありますわかりますなんかバーバラそれ自分もそのまんま読んでるような感じ感情移入がものすごくしやすいメールでそうだろうもうみんな嫌いですね今、はあ、いや本当交流戦もうちょっと頑張ってもらいたかったねいやこんなに嫌いになるかなっていうから本当嫌です。いや本当ため息しか出ないもんね。なんかね逆転とかしてもちょっとこの後大丈夫かなっていうずっと不安があるんですよ見てて、うん、でやっぱり言っちゃいけないけどそうそう、まあ、昨日もやっぱりね1点差じゃなかなかねやっぱり抜かされちゃうよねみたいな感じで、うん、それもね、はい、点取った後にすぐ取られる。そうずっとそのパターン続いてますよね。そうずっと交流戦は、はい、そうなんですよ。だからやったーって言った後にこのやったーはあと何分持つかなぐらいな気持ちになってる自分もある。インニング変わったらねそうそうそうもうすぐだからね。そうなんですよね、はい、もうこちらラジオネームは書いてない方なんですけど、来年から交流戦を辞退したらどうでしょうか。進歩なさすぎじゃありませんか。カープではパリーグに太刀打ち無理と来てます。いや本当ですよねそうやっぱそういう不安って多い。はい、はい、だから罰金払って5割で終わったらどうですか言って僕この間も聞かれてね辞退辞退していうこと。いやいいアイデアですね。いやいや確かにもう5割だったら万々歳なんで。万々歳ですもん。でもそしたら結構セ・リーグの球団罰金払ってやりませんってなりそうな気がする。そういうことです。でも他の球団はね、まあ、そうもないんだよ今年は。そうなんですよね今年ね、うんうん、なんかこの間も気がついたらカープだけ負けてたみたいな。そうそうそう状況が結構多いんですよね。あれ、うん、2回ぐらいあるんかなそれ。事態そういう制度があってもいいような気がしてきましたねいや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 それがあったら交流戦の意味がない。そうそうそう。いやでもやっぱりいやもう沈んどってもうしょうがないんだから。そう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 前向きにいかないとね。僕らがやっぱ沈んだら余計選手も沈むかもしれないんだから、まあね、やっぱ不安はあの後押し線とね、はいはい、ただ今カープの話大体世の中広島の、まあね、例えば会社員の方々、うん、営業で取引先に行った時にまず雑談ってカープじゃないですか、はい、あーカープよかったねとか最近調子いいねとか。そうそうだけど今カープの話したら場合によっちゃ相手が不機嫌になりますからね、はい、うっかり雑談カープでできないっていうもうええけその話やめようやとか言われますからね悲しいです。寂しいですよね、うん、でも、うん、応援するんですよ。あやしますします我々はね、はいはい、昨日なんかすごかったよ、あの雨の中あそう赤いポーチ着てあやあやずっとお客さん席立たないもんね。素晴らしい最後の最後まで ね、はい、うんその熱い思いを考えるとね。いや選手はね、うん、ああいうとこを見てね、うん、やっぱもうちょっと頑張ってほしいですね、うん、ねもう我々は気持ちで支えるしかありません、はい、まああのプラス思考で考えれば、まあ、先週が2勝4敗でしたけれどもその前先々週は1勝5敗だったんですよ。そういうことだから1勝増えたんですね、はいはい、だから今週は、はいまあ、最悪でも5割一生プラスするんじゃないかと。そう前向きに考えております。いやいや本当本当ね、はい、あと中村翔成選手はすごい好調だしね。今調子いいですからね、はいはいうん、なんかいいところを探しながらそういうことです、はい、前向きに捉えていきましょうかね、うん、それしかないね。それしかないですね、はい、ただ心配もね、うん、あの大瀬良と西川がね抹消されましたからね。うん、まあ、そこをまたみんなで補っていくしかありませんからね。そういうことですよ、ねうん、はい選手だけじゃなくファンも一丸となって応援していきましょう、はい、さあそれでは今日のメニューなんですが今週の午前様会議テーマは試しにやってみたです。気になってやってみたことやちょっとした実験のエピソードなど教えてください。例えばよく漫画で指を舐めて障子にきれいに穴を開けるシーンがあります。やってみたくなって試してみると本当にきれいに穴が開きました。でも怒られました。それは怒られますね。当たり前じゃん。でも私やったことない。正直にあの指舐めてビュッと、はいはいはい、ちょっとやってみたいですね。いやいややったやりたくない。だからもうこの障子は張り替えますから破り放題ですよっていうところに行って それやったら大丈夫だろうけどね。何回もやってみたいですね。その前にこのご時世ですからあのちゃんと抗原検査して今私大丈夫ですよって唾液はあの大丈夫です。いやコロナ危ないから、ね、そうそう大丈夫だと確かめないとちょっとまずいですけど、ちょっと一回やってみたい気がします、うん、その他田中俊雄さんが、うん、酔っ払ってくるとお店のママさんは水割りではなく
ただの氷水を出していましたが、田中俊夫さんは気づいていませんでした。これおかしいですよね、うん、田中さん気づかないタイプですね、こういうのね、と思います、はい、結構あの飲み方がね早いですからね、はいはいはい、ペースが、はい、うん、もうこれはもう田中さんはうんうん美味しいねって言って氷水飲んで、そう、もう絵がそのまんま浮かびますもんね。ちょっと顔を赤くしてね、そうですね。などなど、こんなあの試しにやってみたをテーマに皆さんからのメールファックスをお待ちしてます。10時20分頃からはアニア総八の直球勝負、今日は2019年4月に創部、東広島市を拠点に活動しているダイソー女子駅伝部の加藤美咲選手に電話でお話をお聞きします。そして直球勝負に続いては健やか様様、今週は秋郡海田町キラキラ子どもクリニックの林由美子先生に熱性痙攣についてお聞きします。11時台はメガネの田中、聞こえのクエスチョン、今日もプレゼントが当たる聞こえに関するクイズがあるので、こちらもお楽しみに。では朝の運試し午前様クイズです。このコーナーは美味しい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りします。クイズは今週のテーマ試しにやってみた日なんで、今日はアニアさんから出題します。それでは問題です。そうですね、はい、僕がクイズの あれで試しにやったことが、今、はい、NHK でちむどんどん、はい、ドラマ朝ね、ドラマやってますよね、はい、それでシークワーサーいうのが出てくるじゃないですか、はい、それをあの僕いろんな料理にかけて食べるんです。あの、まあ、沖縄でねなる柑橘系のね、そうそう、シークワーサーね、はい、それをあの何でもかけて食べるんですけど、最近ちょっとこうやってみたのがあるんですよ。それが良かった？良かった、あったよくあった、はい、シークワーサーとか、まあ大体あの普通そのシークワーサーの刺身とかお肉とかサラダとかにはよくかけるんですけどね、あの酸味があってね、すごく美味しいですよね、す、はい、香りもあるし、はい、うん、だから僕はもうほとんど何でもかけます。アニアさんとね食事に行ったら、もう大体シークワーサーのこう、まあジュースみたいなものが用意されてますもんね、はいはい、あるある、あの焼酎入れますよね、あの焼酎には当然入れる、あもうこれは当然、はい、もうあえて驚くことでもない、はい、まあいますよね、そうそう、もちろんね、私ね、アニアさんといったら本当に何でもお刺身もかけてるし、そう、何でもですよね、肉でもかけてます、確かに全部美味しい、うん、鍋にもかけてましたよね、鍋にも入れる結構それがアニアさんがおーって、私これ入れるんですかと思った時、これ大丈夫って結構ドボ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 って入れて、そういや入れすぎと思ったけど、食べたら後味がさっぱりして美味しかった、さっぱりしてますね、美味しいですよね、はい、あのちょっと醤油とかの甘辛い感じの味付けの鍋がシークワーサーで、うん、変わる、後味がすっきりする、 さっぱりする、うん、美味しいですよね、それでまあちょっと最近ですよ、入れたもの、はい、アニアさんが試しに入れてよくあった食べ物は一体何かというのを考えてください、はい、アニアさんが大好きな、まあ、沖縄で取れるシーカーサー、はい、ね、あのまあ絞った液体なんかをね料理に使うと何でも美味しくなるんですが、そうそう、はい、アニアさん試しにそれをあるものにかけたらとてもよく合いました、うん、一体何にシーカーサーを入れたんでしょうかというのが今日の問題です。答えはメールファックスでお寄せください。メールは gozen@rcc.net gozen@rcc.net です。番組のホームページからも送ることができますので、そちらもご利用ください。ファックスは 082-221-3300、082-221-3300 です。クイズの答えと、おところ、お名前、電話番号を書いて送ってください。番組へのお便り、アニアさんへの質問もこちらにお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭。当選者は番組のエンディングで発表します。クイズ正解者の中から芳醇天然かけ醤油ボトル、減塩タイプボトルと季節のおすすめを1名の方にプレゼントします。皆さんどしどし番組に参加してください。午前様クイズ、このコーナーは美味しい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、月曜日 RCC 第2スタジオからアニア桑原コンビで11時40分まで生放送でお送りします。天気予報です。 RCC ウェザーセンター音藤良平さんです。音藤さん、はい、おはようございます。おはようございます。なんか雨がね降ったり止んだりですね、今のところ。そ
そうですね、まあ、この時間平和公園などでは傘を差してない人の方が多くなってきて雨は上がっているんですが、はい、今日はぐずついた天気が続きそうです、はい、前線上の低気圧が四国付近を現在発達しながら通過しています。雨雲の活発なエリアは低気圧の進行方向東へと移っています、はい、このため現在東日本中心に雨が強くなっています。県内でいうと福山市あたり弱い雨雲が残っていますが間もなく抜けていくところです、はい、ただ湿った空気が流れていますので県内はまだ弱い雨があと 1,2 時間は残る見込みです。午後になると次第に止むところが多くなってきますが曇り空が続いて日差しが少なめです、はい、また日本海には別の寒気を伴った低気圧があります。ここからの北寄りの冷たい風が入るので北部の山沿いでは夕方以降再び小雨が降ったり止んだりとしつこく残りそうです、はい、まあ、南部でも折りたたみ傘程度の雨具が今日は手放せなくなりそうです、はい、降水確率も午後で見ても南部は 20% 前後北部は 40% ほどと高めとなっています、はい、日中の最高気温が南部で25度、北部で23度とはなっているんですが予想ほど上がらない可能性もあります、まあ、空気がひんやりしますのでこれまで先週は暑かったんですが今日は羽織物が必要になりそうです。でその先ですけれども前線は再び沖縄付近へと南へ下がって県内から離れていきます。ただ今週はやや雲が広がりやすくなりそうです。明日火曜日も曇り空で日差しが少なめです。北部では雨のぱらつきがまだありそうで南部で午後に若干の雲の切れ間があるくらいです、うん、あさって水曜日以降になると徐々に晴れ間が戻ってきます。まだ晴れる日がありそうなので中国地方の梅雨入りの発表はまだ先となりそうです。平年でいうと今日の6月6日になっていますので、今年は平年より遅くなる見込みです、うん、ただ今週晴れても気温が寒気の影響で上がりづらく25度前後です、まあ、先週のような暑さはありませんし明日以降東北の楽天との対戦ですね、はい、仙台は明日16度の予想ですんで、はあ、だいぶ寒い中での試合となりそうです。これは選手たちもちょっと大変ですね。慣れないですね。そうですよね、移動と、ね、寒暖差で体調を崩さないように感染される方も気をつけてください。それが一番ですもんね。そうですね、広島からもし行かれる方もいらっしゃるかもしれませんからね、うん、そうですね、まあ、週末以降少しまた曇り空になって来週は雨の日が多くなってきます、はい、まあ、この辺りで梅雨入りの発表あるかと思いますので、はい、ちょっと今週の日差し有効貴重になりますので有効に活用してください。はい、今注意報などは、はい、注意報の発表ありませんので、はい、雨具の置き忘れご注意ください。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は RCC ウェザーセンター音藤良平さんでした。お便り様々です、いろんな、ね、メールファックスをいただいておりますが、美貌の果実さんがねアニアさんへカープの結果にめまいがしますで泥臭く点を取りに行くというのは行ってみただけなんでしょうかというね。いや、はい、本当ですよね、はい、方もいらっしゃいます。もうめまいどころかもうそれオーバーして倒れてる本当そうそう、寝込んでしまいそうなぐらいのね、はい、はい、今のところの状況ですが、デブピエロさん、交流戦の勝率は5割でいいと言ってましたが、とうとう普通に勝率が5割になりました。さえんのって。いや、本当その通りですもんね。そうですね、貯金が はい、なくなっちゃいましたね。今から6連勝しても5割でしょ。うん。ああ、そうですね。ですよね。そういうことになりますね、はい、交流戦。ね、こちらはね、旅行会社のヒロシの弟さんが、カープの負けは悔しいし、歯がゆいですが、人生と同じで後戻りはできないので、明るく前向きに考えましょうよ。反省はしないといけないのですが、どうやったらこの後の交流戦で6連勝ができるか明るい方向に考えましょう。負けても応援し続けるのがファン。我ら暗黒時代と言われる時代を25年も耐えたファンです。耐久戦はついていますと。はいはいはい。ありがたいですね。ありがたい。そうですね。はい、前向き前向き。前向き。そう。もちろん反省は必要だけど、そうこれからのことを考えないとね。はい、その反省をあれして、うん、やっぱ前向きに考えたら一番いいですね。そうですね。はい、うん。確かに。25年も待ったんですから、優勝までね。そういうことよね。いや、ほんと。はい。
福山の父さん、再三の好機生かせず、どうもあと一本が出ないもどかしいゲームばかり。さて、悪いところは済んだこと、元に戻らない、はい、いいところを見るようにします。こちらも前向きですよ。いや本当だ、うん、日本ハムとの初戦、連敗を止めるトコちゃんのピッチングあっぱれ。もう一つ、万波のレフトフライを中村翔成選手の超ファインプレー、あれが取り消しになったのがキーポイントですね。そして2日前日のリベンジ、強肩で1試合2度盗塁阻止を決め、走者一掃3点タイムリーと大活躍。翔成覚醒、いい兆し見えてます。貯金もなくなり、明日から敵地で一から出直しじゃ、やちょろや、ガツガツガッツ、優勝日本一と。そうですよね、うん、はい、その通り、ガツガツガッツ、うん、ガツガツガッツですよ、はい、はい、もう明日から敵地でね、はい、うんうん、大暴れして帰ってきてほしいですね。ほんといい、はい、いいですね。あと猫地60歳さんがね、アニアさんの RCC 野球の RCC の解説を聞いていると、アニアさんの予想通り、選手にラジオ解説を聞きながらプレーしてほしいです。 RCC から選手にラジオをプレゼントしてください。もうこれしかないっていやそうなんですよ、アニアさんいつもなんかポロって言ったことが当たるんですよね。ですよね、はい、いい方に当たってくれれば一番いいんですけどね。あのちょっと悪いところもあるんですよ。そうそうそう、ここ気をつけようねって言ったらやられちゃったりするんですよね。そうですよ、はい、だからこれをベンチに置いとく。いやいや本当ね、うんうん、だからやっぱこう、あのまあ僕らは外から見とるから、うん、将棋でも碁でもね、あの外から見とったら1目2目3目上いるから、うん、やっぱそういうのがあるんですよね、うん、はい、だから楽に見れるから。確かに、やっとる人はもう真剣にやってるですからね。物事その一生懸命やってるんだけど、その渦中にいる人ってやっぱなかなか引きで見られないから分かんないんですかね。と思いますよね。っていうかね、はい、見失うところはあるかもしれないですよね。あると思います。はあ、じゃあ兄さん電話する？電話する誰かに。いつもあれこれ次ね、危ないよこれ。いやそれやったらもう笹岡監督しかないでしょ。そうそういちいち電話するそうことになっちゃいますかもしれませんが、まあね、はい、まあとにかく。うん、今悪い方に悪い方に転がってる。そうそうそう、いい方にいい方にね、まだだからまだ、うん、あの借金じゃないんだから。そうですね、はい、はい、今5割そうですよ。でそう思っていい方に取っていこう、はい、そう、おどおどせず伸び伸び野球やっていきましょう。そういうことです、はいお便りさまさまでした。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。今週も廿日市市立原小学校の皆さんの作文を紹介します。今日は4年生勝浦瀬名人くんの作文です。タイトルは僕の夢は。僕の夢は原小学校4年勝浦瀬名人、4年生になって頑張りたいことは実験や委員会活動の放送です。委員会活動の放送は時間を見て自分で考えて行動をしなきゃいけません。他にも毎日宿題も増えて大変になるし、4年生になると毎日6時間です。すごく大変なことです。でも僕は絶対に諦めずに頑張ります。勉強も難しくなるけれど、家でたくさん練習してテストで80点を取りたいです。そのために毎日宿題を直しがないようにします。勉強以外では古敵を頑張りたいです。頑張って上手に吹けるようになりたいです。他にもちょっとでも早く走ってマラソン大会で1位になりたいです。そのために毎日筋トレをします。僕の夢は勉強も委員会活動も古敵も全部頑張ってかっこいい人になりたいです。そしてどんなことにも誰にも負けない人になりたいです。頑張ります。わ、素晴らしいですね。力強いですね、はい、うん、何事も全部努力するんだと、頑張るんだと、うん、瀬名人君だったらね、はい、できる、うん、あのやっぱこう全部頑張る、はい、かっこいい人になりたい、うん、なれますね、うん、あのちゃんとこう計画性もある感じですね。そういうことですよね、うん、だから勉強でも80点以上テストはね、はい、取って
やっぱこう宿題もちゃんと頑張るいうことですからね。はい、はい、あとは頑張りすぎて疲れないようにだけ、ね、そういうことです、そういうことね、うん、はい、それが一番心配ですね。そう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 、うん、でもねしっかりやってなんか頼もしいです、将来楽しみですよ。いや楽しみですね、うん、はい、今日は廿日市市立原小学校4年生勝浦瀬名君の作文を紹介しました。明日も廿日市市立原小学校4年生井上亜子さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議、今週の会議のテーマは試しにやってみたです。はい、三原のトッポジージョさん、先日日ハム戦を見に行った時、うん、練習を見つめる新庄監督にビッグボースと声をかけると手を振って答えてくれました。はいはいはい、その日はニュースでも取り上げられていましたが、スタンドからボールくださいと声を出し続けていた子供に練習中に持ち歩いていた赤いバットにサインを入れて渡していましたね。うん、我々おじさんにも愛想よくしてくれたビッグボスに感謝の一日でした。ああ、嬉しいでしょうね。うん、そりゃそうですね。やっぱり返事が返ってくるということはね。はい、もう常にビッグボスはもう気を使ってるんでしょうね。そういうことですよ。あちこちにね。特にこの阪神戦すごかったみたいですね。そりゃそうですよね。はい、うん、まあいろんなファンも昔からのね阪神時代のファンもたくさん来てたでしょうしね。そうそう、うん、超満員ですもんね。さすが。そろそろ初郎さんは20代の頃監督から試しに投げてみろと言われ、いざマウンドへ。すると足元にはロージンがあるじゃないですか。たっぷりつけて手元から白煙がパッと上がり、気分は当時のエース笹岡さん、はい、なんだか球威も2割増しのような気がしました。うん、しかし試しに使った老人でひどい手荒れになりましたって。はあ、使いすぎるととかやっぱ、まあ、ありますね。あるかもしれないですね。はいはい、やっぱ体質ですからね、肌質がね。はい、はあ、それと老人でもね、ちょっとこう松屋に毛が入ったのもあるから、種類がいろいろあるんですね。はい、まあたくさんはないと思うんだけど、何種類かあるみたいですからね。それはまあ作ってるところによってちょっと違うでしょうからね。なるほど、これはこれでちょっと痛い思い出だったかもしれませんね。うん、ですよね。うん、高村んかさんがね、会社のトイレで履くスリッパが毎度毎度乱雑に脱いで置かれて気分が悪かったので、綺麗に置いてもらえる方法を調べたら、ビニールテープで床に枠線を引くだけで効果あり、うん、とあったので試しにやってみたら、それ以来枠の中にスリッパをちゃんと置いてもらえるようになりました。はいはいはい、人間が枠に対して持つ何かしらの心理をついた作戦のような気がしました。キャッチャーのプロテクターにビニールテープで枠線を引いたら無駄なフォアボール減るかもしれませんね。だって、それはいい考えかもしれませんね。それはそうですよね。いやだから僕らもピッチャー、うんですけど、はい、出身ですけど、ええ、やっぱミットをめがけて投げるのがずっとキャンプから練習ですからね。ええ、だからその目標があるから、うん、確かにそうか、だからちゃんと行くわけですね。そういうことです。ね、まあ行かなかったらフォアボールになるいうことですからね。そうですね。はい、だからやっぱこうライン引いてるじゃないですか、だから、はい、ええ、その中に投げいうことですからね。うんうん、なるほどね。はい、確かに、ね。だから今言う理屈、うん、同じような感じですよね。確かに枠線引いたら、まあまあそこに大体みんな人を磨けるように。そこにちゃんと入れるようになってるし、うん、そこを狙う、野球で言ったら狙って投げるですからね。うん、そうですよね。はい、言われたらそうですね。うん、はい、コロナ禍になって人と人の距離、ソーシャルディスタンス取らなきゃいけないからっていうんで、うん、スーパーとかのレジの並ぶところもこう足跡ついてるじゃないですか。そう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 。あれと同じです。あれそこは距離取ってね、うん。はい。あれあるだけでやっぱり人が距離取るんですよね。はい、うん。あれが多分こう心理学かなんかで多分あるんですよね。こういう実証があるんですよね。そうそうそう。人間の心理としてね。はい、こちらはチューバ奏者さん。何年か前に私の友人からブルーベリーの鉢植えをいただいたことがあります。うん、ブルーベリーを育てた経験は全くなかったのですが、健康にいいから自分で育ててみなよという勧めで試しにやってみようと思い栽培を始めました。最初に1年目ぐらいは良かったんですが、定期的に大きな鉢への植え替えが必要ということで、それが面倒くさく途中から放置してしまいました。少なからず実はなったのですが、すべて鳥たちの餌になってしまいました。その通りですよね。ブルーベリー目にいいらしいですからねって言いますよね。はい、多分ねみずみずしくて美味しいと思うんですけど、うん、
鳥も知ってますから、それは知ってます。美味しいとか、はい、とめがけて、うん、もうあちょうど食べ頃言った時に持っていかれる、うん、あれはよく上から見てますね。よく見てるね、上空からね、はい、スナッピーさん、自動販売機で飲み物を買う際に2つのボタンを同時に押すと、試しにね、うん、やってみると飲み物が2つ出るのではと思って試しています、うん、もちろん2つ出てきたことはありません。複数のボタンが同時に押された場合は優先して1つだけが出る仕組みとなっていて、絶対に複数の商品が出ることはないらしいのですが、うん、そのことを知った今でももしかしたら間違いが起こるのではと思い、ボタンを2つ同時に押してしまいますそのうちに出てこんようになるかもよ。そっちの方が嫌ですよね。だよ。よく書いて。ほんで、あの、うん、戻し、あの、あ返金レバー、うん、あれをしても出てこんようになるかもしれません。あの、気をつけた方がいいよね。壊れたりしてね、はい、不具合になっちゃいけません。そうそう。そうですよ。書いてそっちの方が痛い目に遭うわ。うん。僕も どっちか言ったらそっちの方が怖いんじゃないかな。ただ、二つ迷うときに同時に押したことあります。例えばこっちのジュースだったらこっちのオレンジジュースがいいけど、いやでもちょっとピーチジュースも飲みたい、うん、いっぺんに押して出た方ってやるのありますよ。あ、そうなの。うん、なんか気持ち、これ運命をこうなんか任せるというか。え、ないですか。ない、ない。ああ、そうです。もう自分で これを持ったらこれしか押さない。すごいね、アニアさんはブレないですね。いやいや、自動販売機の前で。それはそうですよえ、ブレません。ブレないです。いやだってパッと見たら、あ、コーヒーと思ったけど、あ、なんかこう美味しそうなカフェオレがある、わ、どっちにしようとか。もう最初からこう見て、あ、これ決めて押すんだから。うわ、え、じゃあ兄さん、じゃあ2つ買えばいいじゃん。いやいや、2つはいらないいやいや、だから持って帰って、ぬるくなるし、持って帰って飲むとか。今すぐ飲むっていう意味で1つどっちか1つって思って。あ、兄さんないんですか、ね、メニューとかで、あの、ご飯食べに行って。あんまりないですよ、そういう。今日はとんかつにするか。まあ、カープのために買ってもらいたいけ。カツ丼は食うけどね。カツ丼いうことでね。買ってほしいからね。あまりブレない男なんですね。私いつも迷っちゃいますよ。うん、決めてたのに、やっぱりこっちもいいかなって気が散ってしまうというか、迷っちゃいますね。そんな時あんまりないですね。同時押しっていうのはやったことありますけど、今度一回やってみよう。そうなったら出てこんかったりして、お金が出てお釣りも出てこなくなるかもしれませんから可能性、ね、やっちゃいけませんかもね、はい、午前様会議、今週のテーマは試しにやってみた、その2は11時5分頃からです。みやびけんの母さんがね、日めくり祭事記、あのカレンダーですね、はいはい、アニアさん、6月5日は結婚記念日でしたか、お若いですね。バーバラさん、ピアノの発表会いつ頃の写真ですかといただきました。あ、私あのカレンダー家で飾ってはないんです。持ってはいるんですけど、だからいやいや、僕も飾ってはいるんですけど、自分のあまりチェックしてないです。何月何日、見たことない、あんまり見ないですねそっか、5日が結婚記念日ということで、あのご夫婦のあの写真、着物着てらっしゃるんですかね、奥様がかな、え、だったかな、僕、はい、結婚式、はい、の写真がありましたよね、確かに。もう結婚式したことがないかのようなとぼけ方やめてください。結婚式したんですけどなんかあのありますよね、お夫婦の確かお写真、はいはいはい、はい、写真はね、はい、それが多分6月5日、いやいや、6月に結婚するわけねえじゃん。そうですね、あれシーズン中じゃ、これ結婚記念日じゃないけど、いあのこの日に多分当てたんでしょう、ジューンブライトとかいう意味で6月に結婚の写真を、はい、多分スタッフが入れたんじゃないですかね、はいはい、結婚記念日ではないです、ないです、はい、びっくりしたって感じですね、アニアさんも、ね、そうだから見返したんかな、いやいや、誰の写真若かりし頃のアニアさん、あと奥様がまた可愛くてお綺麗でね、ぜひぜひちょっともう一回見なきゃ、私も家に帰って私も子供の頃のピアノ発表会、多分6年生か中1かぐらいの写真かな、あんまり記憶にないですけど、多分ぐらいの頃そうありがとうございます。チェックしていただいて。いや、本当ですよね。うん、ありがたいですね。ね、はい、こちらはね、あら、これファックス切れてるけど、四国最先端の佐田岬を目指して朝3時半家を出発。尾道から島並海道、暗闇の中、貸し切り状態を進む。海から真っ赤な太陽を眺め、佐田岬に着くと、ちょっと疲れ顔で写真をパチリ。10時、朝食を済ませ、道の駅へ寄りながら、今治からまた高速、ちょうど午後3時半に
帰着帰ってきました。12時間山町海堪能した一日でした。すっごいですね。朝3時半に出発して四国まで旅をして、ね、はい、で3時半には帰ってきた午後。素晴らしい。結構ハードですね。ハードですね。うん、あ、でもいい休日を過ごされたんでしょうね、きっとね。だと思う、ね、まあ何人で行ったかよね。うん、まあまあきっとご家族かとだったかな。そうそう、ね、じゃないとね、一人だったら寂しいですもんね。いやいやいや、もうだって一人だとしんどくなっちゃいます。そう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 、途中でね。はい、楽しい時間、良かったですね。良かったですね。はい、ありがとうございます。まあ、楽しいといえば映画大好きさん、今日は私のお給料日ですと、うん、金額的には多くないけどとても嬉しい一日、お給料は一個会やペイペイのチャージ、大好きな映画やライブなど自分への娯楽費に使います。ちなみにお給料は現金手渡しでいただきます。まずは大好きな菓子パンを買いたいです。ああ、いいことですね。はい、いいですね。はい、これはもう今日はちょっとしたいつもより高めの菓子パンを買ったりとか、うん、贅沢できそうですね。ですよね。それではニュースです。午前様様月曜日、10時を回りました。月曜日の午前様様、アニア総八さんと桑原しおりがお送りしています。この時間は午前様クイズの正解を発表しますが、まずはおさらいからいきましょう。今週は会議のテーマ、試しにやってみたで、アニアさんから問題を出しました。はい、とアニアさん、まあ、沖縄出身アニアさんはあのシークワーサー大好き。大好き。ですよね。はい。もう何の料理にでもシークワーサーのこの絞ったね、はい、汁をかけてます。果汁をかけて楽しんでいます、うん。で、試しにあるものに入れるととっても美味しかった。そうそう。はい。さあ一体アニアさんは何にシークワーサーを絞って入れたんでしょうか。なかなか皆さんね、あのいろんなアイデアがあって案外これいけるんじゃないかって感じですよ。話聞いてたら、うん、ともっちさんはね、おでんに入れたんじゃないか。ああ、おでん合うと思いますよ。合うと思います、ね、確かに。はい、うん。今度入れたらいいですね。いやいや、あの、まあ、時期がね、時期だけに。冬場になったら、ね。冬場になったらやります。おでんにシーカーさん。そうそう。おお、いいかも。イグリンさんはね、ビールに入れてみたんじゃないですか。ビールはね、さすがに。どうだろう。あんまり。ないですね。はい、ビールは。焼酎には入れる、うんうん、ビールはアニアさんは氷ですね。そう、入れる氷入れる。でもシーカーさん合うと思いますね。いやいや、あのやっぱね、怖い、だからあのビールだけは避けとる。なんで？いや、どうやって、じゃあ一回試してみ、ね、みようかなと思うんだけど、やっぱだってレモンビールとかがあるから。あ、そうなんだ。あるんじゃないかと思う。今もうスタッフは絶対合う。じゃあ、あ、そうなん、うん、あ、はい、今度やる、もうやる気になったんやった。いやいやいや、一回やってみる。多分なんとなくここ早速今日やるかもしれない、うん。爽やかにいけるんじゃないかという気はしますけどね。ちょっとやってみよう。ちょっとずつ入れたもんね。はい、いや、たくさん入れたらね。まあね、はい、変わっちゃいますからね。しいたけペンギンさんはね、フライドポテト。あ、もう当然合いますよ。当然もう入れ、ちょっとかけて。ちょこっとつけてね、うん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 、あの皿入れて、はい、つけて食べる。これは絶対、はい、OK。まあまあ、そう、レモンとか揚げ物に合うんで、それと思えば柑橘系合いますよね。合う合う、揚げ物には合いますね。絶対合いますよね。クレのりえちゃん、チョコレート、うーん、これは試してないんですよまだ。でもね、合うと思いますよ。ほうかな。だってあのオレンジの皮にチョコレートをコーティングしてあるんですよ。 ああいうお菓子が ね、すっごい美味しいんで。そうそうそう、合いますよね。それを考えたら何でも合いますね。いや、いや本当に何でも合うんですよ。シーカーさんこれいけるな。いや本当に。お菓子系もいけますよ。絶対いける、うん。ドカエモンさんはね、納豆にかけたら美味しかったんじゃないか。ああ。あ、でもいけるかな。僕はね、うん、納豆の天ぷらにかける。あ、あ、絶対美味しいですね。天ぷらにはね。揚げ物に合うんで、でも納豆、納豆自体は僕はダメです。うん、食べないです。あ、天ぷらならいいけど、そう。あの、混ぜて食べるのはダメですか。はい。いや、あの、ネバネバって。ネバネバ、ご飯にかけるのはダメです、ね。そうですか、はい。納豆ね、お酢をかけて食べると、結構こう、あの、ネバネバがいっぱい出ていいんじゃないかっていうのを、ちょっと前、テレビ見たことあって、私、一時やってたんですけど。あ、そうなん。美味しいんですよ。酢？お酢。うんうん。はい、だから、いけるんじゃないですか。酸味は合うと思いますね。いやいや。うん。ああ、いけるというような気がしますね。僕の中では何でも合うんだけど、ただビールにだけまだ入れたことがない。一番抵抗感なさそうだと思います。いや、本当に。あと、タカブランカさんは、いちご大福にかけたら意外といけたんじゃないかと。甘さと酸味のが一緒に。はいはいはい。いけるかもね。そう。
まあフルーツと思えばね。ですよね。だから本当に全部いけちゃう。何でもいけそうなんですね。これ、うん、何でもいけるんですよまた。いけるな。今想像したら私は今のところ全員皆さんから来たご意見合格。はい。いけるって感じですね。特に刺身なんかはいいですよ。あれは美味しいですよね。はい、さあといういろんなご意見もいただいたんですが、アニヤさん一体何に入れたら試しに入れたら美味しかったんでしょうか。そうですよね。味噌汁。ああ。もうあれなかなかチャンスなかったんですけど、一回やってみたらさっぱりしてる。さっぱり。結構。いける気もしました。だってお吸い物は柚子とか入れるじゃないですか。そうそうそう。吸い物だったら絶対合うと思うんだけど。うん、でも味噌汁にやってみたら、でもダメじゃない。結構合いましたよ。はいはいはい。うん、はい、はい、あの酸味が最後こう後味またさっぱりさせてくれて。そうさっぱりするんですよね。だって鍋にいけるってことはこう出汁系にはいけるんですよ。こうお出汁を取った味のものにはいけるってことですから。はい、ああ味噌汁もいけるかも、うん。そうなったら納豆絶対いけますね。大豆だから。いや、でも食べんけどね。ねいや、納豆、天ぷらにしたら食べるんですよ。だけど納豆は。納豆自体はご飯にかけて食べたら食べれるの。なるほど、ね。そうそう。いやー、これはちょっと今日の皆さんの意見を聞いてて、また幅が広がりましたよ。そういうことですね。うん、すごいなんか、シークワーサー最強伝説が生まれそうですね。いやいや、最強ですよ、ね。はい、あ。まあ、ちむどんどんもあるし、どんどん、そうそう消費が上がるかもしれないですね。うん、日本でのシーンだから走る前に、あれ、ガーッと噛んで、走ったじゃないですか。はい、あ、私、ちょっと今、あんまりよく見てない。そうなってるんですか今。そういうストーリーなんですか。そうそうそう、いやいや、もう高校時代の、今も社会人になってる、ね。あ、そうなんですね。そうそう。あ、じゃあ、じゃあ、みんなそうだ。そう私たちもこう、駅伝とか走る前に、シーカーさん、クッてかもしらんね。沖縄からアニヤさん仕入れてください、いっぱい。駅伝部のみんなで楽しみます、ね、いや本当本当酸っぱいよ。ほんでもいやのまんまさすがにね酸っぱいでしょうね。さすがにそれはないですね。私もね、あの黄色くなったらね、木の中あの木で生えてる時に赤くなったら甘酸っぱくて美味しい。おさっぱり系です。なるほど、うん、青いのそのまんまもちょっと酸っぱい。酸っぱい。うん、でも絞って食べるにはいいぐらいですよね。最高ね。だからレモンと同じですよね、はい、これ正解者いらっしゃったみたいですね。あ、そうなんだ。うんうんうん、これから皆さんもやってみるかもしれませんね。はい、やってみたらいいと思う。はい。というわけでクイズの当選者は番組のエンディングで発表します。皆さんありがとうございました。スポーツ一直線。大竹一人ぼっちさんから。毎週月曜日の朝が来るのが憂鬱です。何がここまで勝てないカープ、覇気のないカープにさせたのか。いっそ一軍と二軍のメンバーを総入れ替えしてはどうですか。悔しい、恥ずかしい、もどかしい。カープファンはやめられんのがなお苦しい。頑張ってくれカープ。いや本当ですよね。ありがたい、はい、不安ですよね、はい、悲痛の叫びですが、うん、まあ結構ね一軍と二軍のメンバー総入れ替えじゃないかっていうこう、はいはいはい、結構なご意見もいただきましたが、うん、うーん、まあそういうのもね、一回 やったら一回やったら10日間あ、そうか、そうですね、間があるんですからね。そこでやらないといけないですからね、はい、なかなか勇気はないかもしれませんが、できないですけどね。まあでもこう若手とかもっと調子いい人をどん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 上げるっていうのも、まあそれはもう必要ですよ。ちょっとね思いっきりっていうところもあるのかもしれませんね、はいはい、今後ねどうなるか分かりませんが、うん、でね、UC さんがね、金曜日のオリックス戦を見に行きました。大瀬良投手のコンディション不良は素人が見ても分かるほど、マウンドへの行き帰りの歩き方からおかしかったですというね、うん、その通りなんですよね。心配もしてるんですよ。顔にね、覇気がなかったですよね。まあマウンド上がった時に、はい、いつもの今調子のいい時の表情じゃないですもんね。うーん、はい、そうですね、なんか調子がいい時ってこう例えばこう打たれたりしてもちょっとこうにっくりと、ね、笑顔がありますもんね。全くじゃないですもんね、大瀬良投手はね、はい、うん、まあ、なんか納得いかないこう調子の悪さみたいなのがなんかあるんでしょうかね、うん、だからやっぱスライド登板せずに中13日空いた時があるんですよ。一回雨で流れた時ありましたね、はい、だから、うん、あの頃からちょっと体調的にも良くなかったかなという気はしますね。そうですね、普通あんだけ空けないですもん。うん、まあましてやエースですからね、はい、ちょっとね心配な部分ですね。そういうことですよ ね、ちょっと心配ですね、はい、でビンバサミさんがね登録抹消になりましたね、うん、大瀬良投手ということで、まあ、ご心配ねされてるんですけども、そう、まあ、その分誰が上がってくるかってまたね心配なところで、はいはいはい、ちょっとユウスケ君が上がってきてくれないかなと期待してますという、はい、野村投手に期待してるという。いやいや僕もそれ期待してるんです。はい、ビンバサミさんなんですが、
バニアさん、ここで情報が入りまして、はい、なんとこれ RCC の石田充アナウンサーから、はい、石田アナウンサーからわざわざメールが来ました、うん、アニアさん、今朝マツダスタジアムの練習に野村雄介の姿がありました。あった。おお、じゃあ上がるんだ。可能性高いですよね。いやいや、もうそのために来てるんですよ、ね、今日遠征行くんですか。あ、そうだそうだ、そうですね。昼から多分遠征ですからね。移動でしょうね。床田投手とのキャッチボールでは笑顔も印象でした、うん、10年目の昨シーズンは初の未勝利に終わって今季は2軍スタート。ファームでは8試合に登板して防御率 1.42 と結果を出していました。お会いすると石田は余計なことしか言わんと言われるので、たまには有益な情報をと思ってメールしました。 ありがとうございます。いやいや、本当ありがたい。石田ありがとう。めちゃくちゃこれはね、あのずっと野村投手どうなったかって言ってたんですよね。ユースケファン、はい、ものすごい多いですからね。だからやっぱり勇気もらった。はい、本当に石田に感謝。よかった。ですよね。はい、まあ石田さんね、この情報ありがたいんですが、あの野村投手満を持してって感じかもしれないですね。そうですよね。はい、今シーズンね。うん、いや僕もそれ楽しみ。いつ登板するかが、ね、そうですね。はい、まあやっぱりでもこうベテランにもなってますから。そう。引き締まるでしょうね、またね、場もね。そういうことですよね。あの彼はまたチーム引っ張っていける選手ですからね。はい、はい、さあそしてその他のねカープの話題でいきますと、まあ、ちょっといい話題も欲しいですよね。うん、あの熊尾の管理人さんはね、なかなか元気の出ない試合が続いているカープですが、そんな中で中村翔成選手の打撃が輝きを放っていて眩しいです。マツダスタジアムでの初めてのお立ち台、初めての猛打賞など勢いがすごいですね。何かきっかけをつかんだのか分かりませんが、アニアさんはどのように見られていますかと。いや、あの彼の場合はね、はい、やっぱり初球からどん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 振っていくタイプなんですよね、はい、それがやっぱこうハマったんじゃないかな、うーん、だと思います。そうですね、今の初球から のスイングをね心がけていってほしいですね。はい、もともとバッティングにはいいの持ってましたからね。そうですね、まだホームランが出てないんですよ。そうなんですね。そうかそうか、それ一本出たら、うん、パンパーンと出るんじゃないかな、うん、いう気はしますけどね。ね、はい、わ、楽しみですね。そう、はい、まあ、あの甲子園でね沸かせましたからね。いやいやいや、何本もホームランってね、まして地元やしね。はい、はい、まあ、その他にカープでいうと、まあ、いいとこ探しでいうと、うん、さん、まあ、先週勝ち試合は、ね、2試合ありまして、はい、日本ハムとの試合、まあ、初戦ですよね、うん、はい、その時やっぱ床田投手素晴らしかったですね。よかったですね、はい、ただあの僕がねちょっとこう、うん、痛かったですね。いや、痛いより失点してないんだから、うん、まあね、別にどうってことないんだけど、その後を締めれたいうことは、はい、まあね、やっぱ、もう一流に近くなって、確かそれはありますね、はい、あそこでちょっと気持ちが萎えるところですもんね。大体はなるんですけどね、ファンの方がええって泣いちゃいましたから、ね、そういうこと、うっそーみたいな。その時にね中村翔成がねファインプレーして、あ、ダブルプレー思ったら、ええいう感じで審判がタイムかけたんですよね。何が起きたんいう感じだったんですよ、はい、そうでしたね。ああいうねプレーが出た時審判もね目つぶればいいんですよ。まあね、もう、わしのミスやった言ってからもう見逃そうって、うん、そういうことですよまあでもそこをうまくね乗り切ったのが良かったっていうことですね。良かった、いやいや、うん、成長した証拠ですよね。そうですね、はい、頼れる、うん、本当ピッチャーですよ。はい、あとは3試合目ですよね、日本ハムとね、うん、木曜日の試合が、まあ、勝ちまして6対3で、先発投手が栗投手、うん、まあ、3勝目を挙げました。そう、はい、3失点したんですけどね、うん、まあ、栗らしいピッチングできましたよ、うん、結構ヒットも打たれたんですけどね、フォアボールが1個やったからまだ良かったんじゃないですかね。はい、うん、彼やっぱこうフォアボールで四球出してから失点するケースが多いんですけど、うん、1つだけやったんですからね、はい、まあ、あとね継投もこの日は、まあこの日はね相手がこけてくれたんですよ、うんうん、押し出しデッドボール押し出しですよ。あれよあれよという間にでしたね。そう、はい、あれはもうごちそうさんしかないですもんねまあでもああいう時はもうチャンスを絶対にものにするというね、ですよね、ものですよね、はい、はい、
まあ、あとはですねちょっとサンフレッチェね、言っておきましょう。飛鳥君から日本代表の活動のため J1 は休止でサンフレッチェは天皇杯とルヴァンカップがありました。天皇杯は昨年下位リーグのおこしやす京都に大敗した苦い思い出がありましたが今年は気を抜くことなく2対0で初戦突破。ルヴァンカップのプレーオフステージ初戦のアウェーコンサドーレ戦序盤のピンチをキーパー川並選手のファインセーブで切り抜けると東選手の先制弾で弾みがつきジュニオールサントス選手の2得点で3対0の快勝。今週末のホーム戦が有利になりました。未だカップ戦タイトルを獲得したことのないサンフレッチェ好調のリーグ戦とともに新しい星をつかみましょう。そうですね、そうですよね、8強へ大きな一歩ですからね。そうなんですよ、はい。今度はねルヴァンカップは第2戦が11日土曜日ですね、あるということなので、はい、札幌でありますから、はい、ぜひぜひ、うん、頑張ってほしいですね。そうですね、はいはい。あとね吉浦のスポーツ大好きさんが今日は FIFA ランク1位のカナリア軍団のブラジルとの強化試合に挑む森保ジャパン。正直むちゃくちゃ強く高い壁ですが挑戦者の気持ちでブラジルに挑んでほしいです。いや僕はね、うん、なんか知らんけど、うん、勝ちそうな気がする。これは当たる。アニアさんの解説いつも当たるんで。いやいや本当にこれ当たるんじゃないですか。うん、今ねノリノリです日本の選手。確かにね、はい、ちょっとこれ皆さん聞いてますよね。これで勝ったらアニアさんの予言が当たったってことになります。いやいや森保監督にねぜひ頑張ってもらいたい。そうですね、うん、はい、だから一度こっちに呼んでねまたもう一回そうなんですよ、ね、会いたいですね。はい、はい、それにはやっぱりねいい勝利をね。そういうことです。いろいろ掴んでから帰ってきてもらうんですね、はい、お待ちしてますよいつでも。以上スポーツ一直線でした。続いてはこのコーナーです。アニアソー初の直球ショー。このコーナーはアニアさんがカープスポーツの話題を中心に本音で熱く語るコーナーです。今日は2019年4月に創部東広島市を拠点に活動しているダイソー女子駅伝部の加藤美咲選手にお話をお聞きします。電話がつながっています。加藤選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまずはね簡単に加藤選手のプロフィールをねご紹介しますね。2002年お隣島根県奥出雲町出身の19歳でいらっしゃいます。世羅高校を卒業後去年の4月ダイソーに入社、2年目の選手です。世羅高校3年生の時は全国高校駅伝で優勝を果たしています。素晴らしいですよね。そうなんです。いやまず加藤さん、はい、加藤さんプロフィール見てびっくりするのがまず双子でいらっしゃるんですよね。はい、はい、そうです。しかももう一方小雪さんも駅伝部にいらっしゃるんでしょ。はい、そうなんですよ。アニアさん、あ、一緒の双子で一緒のダイソーの駅伝部にいらっしゃる。あ、そうなんだ。はい、あ、だからずっと一緒に双子でですよね。はい、いらっしゃるっていうね、はい、一緒の時間が長いっていう感じですけれど、どうなんですか。今日はだから美咲さんが今電話出ていただいてますけども、小雪さんは今日は今一人でトレーニング中ですか。いや今勤務で店舗で、はい、あ、お仕事中はい、ということなんですね。でも双子でねずっと世羅高校から一緒でずっとね入社ということですが、うん、その小雪さんは妹さんになるんですかね。妹さんの存在ってどんな風に感じてます。はい、もちろんライバルという存在もあるんですが、ね、一緒にいてやっぱ癒されるし安心感もある存在です。うん、おー、じゃあすごく仲いい。仲がいいんだ。いや、中はそこまで。じゃあ、ライバル同士で、うんうん、やっぱこう、話し合って癒されるのがね、うん、やっぱいいことですからね。ただ、同じことをずっとやるって、やっぱ喧嘩とか出てくるのかなと思うんですけど、ないですか。はい、うん、もう、しょっちゅう喧嘩です。うん、同じことをしてねえ、なんかやっぱ口喧嘩よくするというふうにもなんかちょっとなんか噂で耳にはしておりますが、うん、はい、結構します。結構しちゃう。まあだから仲がいいから、はい、喧嘩もあるんじゃない。まあね、ですよね。ねえ、ちょっといろいろプロフィールでね伺ったところね、お父様がお寿司のお店をされてる、
はい、っていうことで、ねえ、はい、これ絶対いいお魚いつも食べてますね。ですよね。それとあの島根県の仁田市でしょ。仁田前の。です。はい。ね、あの米もいいとこですよ。ああ、島根だとね、はい、ありますもんね。ね、米も有名ですから、うんうん、やっぱ寿司は美味しいでしょうから、ね。美味しいでしょうね。はい、でちなみに寿司な、はい、寿司ネタでお好きなのは何なんですか。やっぱりサーモンとかマグロとかですかね。うわあ、お父様の握ったお寿司が特にやっぱり抜群でしょうね。はい。ここでそうでもないですと言えないですよね。他の方が。いや、なんかでもね、すごい好きなんだと思うんですお魚とか、うん、あのなんだっけ、リュックにストラップをねつけてて、刺身とか魚のストラップつけてるって聞いてるんですけど。あ、つけてます。何そのリアルなものって。ガチャガチャで会って、はいはい、なんか見つけたらついやってしまうんですね。魚が好きなんで、ついやって。ちなみに今はどんなものがついてるんですか、ストラップは、リュックに。刺身盛りみたいなのが、2種類ぐらい。ですね。いやもう心の底から魚好きって感じがしますね。そうなるとね。はい、なるほど。きっと美味しい魚でいっぱいエネルギーをね、そういうことですね、蓄えて走りになってるんだと思うんですけれども、はい、うん、そもそも陸上始めたきっかけって何なんですか？始めたきっかけは、うん、父と兄がやっていて、うん、その影響もあって。でも始めた頃は短距離だったんですけど、はい、父のおすすめで途中から長距離になりました。へえ、実際ご自身ではどうですか、やっぱ長距離の方が向いてるなと思ったんですかね、どうですかね。そうですね、うん、長距離の方が向いてるじゃないかなと思います。へえ、でも短距離やっとったら、うん、あのスピード感あるじゃないですか、はい、うん、だからやっぱ最後の、あの、追い込みすごいんじゃないかなと思うんですけどね。はいはい、確かに。いやそこまでスピードは、いやいやいや、ないです。まあ、ね、あの、本当に、まあ、今謙遜してると思うんですけど、うん、実は私たちはテレビでね、RCG テレビの今生の、あの、女子駅伝部で、時々ですよ。本当たまになんですけど、ダイソーの駅伝部の方々とご一緒とかさせていただいたことあるんですよね。はい。で、もう、まあ、比べちゃいけませんけど。いやいや、もう、めちゃくちゃ、むちゃくちゃみんな早いんですから。全然違うんですから。比べる方がおかしいじゃん。ほんと、すいませんね。いつもね、あの、ご迷惑をかけてお世話になってます。いやいや。いや、あの、僕、どこで練習しとるかいうの聞きたい、ね。ああ、普段練習してるのは。はい。普段は、ゴーバラのグラウンドで練習とか、セラの、山とか行ったりしてます。はあはあ、じゃあ結構坂道とかも走ってるってことですか？結構ではないですけど、あ、時々たまに山に行ったりとかしてます。うわ、きついですよね。アップダウンがね、あると。ねえ。でも実際そのね、高校時代からも大活躍してらっしゃったんですけども、ダイソーに入社して、この駅伝部に入ってますが、どうですか？練習などはやっぱり変わったこととかありますか？いやー、と、あの、距離が増えたぐらいで、あんまり変わってはないですね、うん、内容的には。じゃあでも、しっかりついていけるってことですね。バッチリですね。ね、ただね、去年、まあ、コロナ禍の中だったんで、なかなか思うようにね、練習ができなかったりってこともあったと思うんですが、うん、いかがでした？まあ、コロナ禍で、練習する場所が限られていて、うん、まあ、練習をさせてもらえたことに、感謝しないといけないなって、改めて感じています。ああ、そうですね。あの、ちなみに、岩本監督なんですけれども、ダイソー駅伝部のね、加藤さんにとっては、どういった監督、どんな存在でいらっしゃいますか？まあ、厳しい監督ではあるんですけど、はい、
まあ、一人一人しっかり見て、ダメなところのアドバイスなどを教えてもらったりしてるし、褒めてくれるときは褒めてくれるので、とてもいい監督だと思います。高校の時は、岩本監督とは接点があるんですか？高校1年生の時に被ってて。あ、そうなんですね。あ、じゃあそれでまた、はい、あのダイソー入社して再開という感じですね。はい。はい。もうね、本当にあの、ダイソーの駅伝部ってみんな若い女子がいっぱいで楽しそうなんですよ、見てても。はいはいはい、すごくチームワークがいいなといつもね感じてるんですけども、うん、そのダイソー女子駅伝部の皆さんが参加するダイソーチャレンジという陸上記録会を行っているそうで、加藤さん、今月2回開かれるんだそうですね。はい、今月は2回行われる予定で、はい、この記録会は小中学生などジュニア世代の育成や競技人口の増加などを目的としています、うん、また陸上部以外でもちょっと走ってみたいなという子などにも参加してもらい、うん、陸上に触れるきっかけになればいいなと思っています。うん、で、参加料は110円なので、はい、ぜひ参加してみてください。その参加料110円ってすごいお手頃価格ですね。はい。あ、ダイソーだからってこと？ダイソーだからです。そういうわけじゃないですか？いや、そういう、ダイソーだからです。あ、やっぱりそうなんですか？やっぱりあるんだ。いや、でもこれ嬉しいね。あの、記録会って、やっぱりなかなか普通にまあできないじゃないですか。できないですね。本人であろうと思ってもね。はい、うん。これは、記録会ということで、記録はちゃんと残るっていうことなんですか？はい。ええ。そうです。じゃあ、皆さんも、駅伝部の方々も走ったりするってことですか？はい。お、はい、すごいじゃないですか。はい、じゃあ結構真剣ですよね。これかなりね、記録なんで本気ですね。はい。はあ、はい、ちなみに、子供だけですか、この参加っていうのは。はい、大人も大丈夫なんですかね。もう参加はできると思います。あ、なるほどなるほど。じゃあ詳しいことまたちょっとこうホームページなどで、はい、よくチェックした方がいいですね。はい、はい、あの11日が小中学生、17日が一般の方も OK ということらしいのでね。はい、はい。はい。そうですね。皆さん、これちょっと本気でみんな頑張ってもらいたいですね。うん。はい。はい。あの、ちなみにいつも皆さんになんとなく聞いてるんですけど、野球とかっていうのはどうですか、加藤さん。自分は野球のことがあまりよくわかんないんで。わかんないです。いいですよ、いいですよ。走りに夢中なんですから、それでいいですよね、アニアさんね。そうそうそう。ねえ。はい。ちなみに休日っていうのはどんなことをされてるんです、普段。休日はお買い物行ったりとか、あの部屋の掃除をしたりとかしてます。いいですね。はい。あの、うん、休みの時は広島市内には出てこないんですか、あんまり。いやー、そこまで行くのがちょっと大変っていうか普段頑張りすぎちゃってるからね、走るのに、ね、そういうことでね、うん、まあまたね、でも気晴らしにはね、うん、いいと思いますよ、ね、広島の街に出てくるのも、はい、ねえ、はい、さあ、とってもね頑張り屋さんの加藤さんでいらっしゃいますが、あの今後目標など、あの今後の予定を教えていただけますか。今後の目標は、あ、駅伝に向けてしっかり力をつけて、はい、プリンセス駅伝でクイーンズ駅伝全の切符を取ることです。そうですね、そうですね、これはしっかり応援しますよ、うん、我々も。はい、ま、あのいろいろと今後もレースは出場が、ね、あるということで、こちらからちょっとご紹介もしますと、6月17日金曜日にダイソーチャレンジが、まあ、ありますよね。それから25、26が広島県選手権、それから7月16日が北連ディスタンス千歳などなどあって、まあ、出場など、はい、予定されてるということですね。はい。はい。ぜひご活躍をね、楽しみにしております。はい。ありがとうございます。それで、アニアさんから一言お願いします。そうですよね。目標に向かって、やっぱ頑張ってもらいたいですね。うん、ぜひ、あの、目標を達成して、ここの、あの、スタジオに来てほしい。あ、そうですね。はい。でも、駅伝部の女子たちいっぱい来てもらいたいですね。何人ぐらいいるんですか？
今は15人。ああ、そんなのいますね。ねえ、はい。なんで、皆さんでぜひお越しください。はい。そしてあとダイソーでは創業50周年の取り組みの一つとして、東広島市の小学校などに女子駅伝部の選手を派遣する事業を行っています。ダイソーの選手と走りたい、ダイソーの選手に走り方を教えてもらいたいなど、ダイソー女子駅伝部の選手とこんなことをしてみたいという要望を受け付けているそうです。選手派遣事業について詳しくはダイソー女子駅伝部のホームページをご覧ください、今日は電話でお話を伺いましたダイソー女子駅伝部の加藤美咲選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。アニアソーハチのジャッキー勝負でした。健やかさまさま、このコーナーは高人薬局、サンクス薬局、クルーズ薬局、くるみ薬局のライフアートの提供でお送りします。今週も始まりました。お薬や病気など健康な生活に役立つ情報をお送りするコーナー、健やかさまさま。今日は教えてお医者さん企画で、4月に開院された秋郡海田町キラキラ子どもクリニックの林由美子先生と一緒にお送りします。林先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は熱性痙攣をテーマにお届けします。これはお子さんだけにかかる病気でしょうか？そうですね、子どもの脳は熱に敏感なので、風邪などで熱が出ると痙攣発作を起こすことがあります。生後6ヶ月から6歳ぐらいまでのお子さんで、発熱時に起きる痙攣を熱性痙攣と呼びます。よくある病気なんですか？熱性痙攣は転換よりも頻度が多くて、日本では 5% 以上のお子さんが熱性痙攣を起こすとされています。はい、熱があるだけで心配なのに痙攣まで起こしちゃうとはね、かなり心配になると思うんですが、重篤な症状になったりするんでしょうか？確かに初めて熱性痙攣が起きると保護者の方はかなりびっくりされると思うんですけども、正しい対処法を知っていれば多少安心できると思います。一般的に5分以内に自然に治まるので、治ったら落ち着いて病院を受診してください。5分以内って言いますと、その間ずっと全身が痙攣しているんですか？一般的な熱性痙攣だと全身の筋肉が硬くなって体を反らせて、手足とか口がガクガク動いたり、白目を向いたり、口から泡を出すこともありますね。はあ、そうなんですか。でもそれだと焦らないって難しいですよね。もしアニアさんだったら、お孫さんが熱性痙攣を起こしたらどうします？まあ、おろおろするしかないですよね。いや、ちょっとね、何にもできないと思いますよ。うん、私だったらちょっと慌てて救急車を呼ぶかもしれませんね。では林先生、正しい対処法を教えていただけますか？はい、まず一番大切なのは保護者の方が落ち着くことなんです。はい、落ち着いてお子さんを安全なところに寝かせてあげて、どのような発作かしっかり観察してください。吐きそうであれば頭を横向きにした方が良いですね。上向きじゃダメなんですか？そうですね、痙攣の時はもしかして吐くこともありますので、吐いたもので気道が塞がらないように頭を横向きにした方がいいです。その後痙攣が何分ぐらい続くのか時計を見て正確に測っておいてください。痙攣の様子を動画で撮ることも大切ですね。前回話していただいた転換でも動画を撮っておくっていうのありましたよね？そうですね、かかった時間とか痙攣の様子は後々の診断で活躍しますので、痙攣が5分以上続くようだったら救急車も呼んでくださいね。じゃあその判断のためにも時間を把握しておくのは大事なポイントですね。そうですね、痙攣が収まっても意識や顔色が戻らなかったり、痙攣を繰り返したりする場合もすぐに病院を受診した方がいいです。やってはいけないことありますか？はい、口の中にタオルや箸などを入れたりとか、体を激しく揺らしたり叩いたり、あと人工呼吸をするのも良くないですね。シンプルに静かに様子を見て、吐きそうなら頭を横向きにするというのが一番ということですね。いやー、これを知っているか知らないかで全然違いますから、覚えておきたいですね。林先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週も教えてお医者さん企画で、秋郡海田町キラキラ子どもクリニックの林先生と、泣き入り引きつけをテーマにお送りします。午前様様
さあ、それではラジオカー中継です。今日は小野優子さん、どちらでしょう。小野さん、はい、おはようございます。おはようございます。この時間は広島市安佐南区東原に来ています、うん、今日6月6日はクリスタルボールの日ということで、クリスタルボール、皆様ご存知でしょうか。クリスタルボール、そうなんです。なかなかちょっと珍しい響きですよね、うん、これ水晶でできた楽器なんですけれども、うん、まずはちょっと音色聞いていただこうと思います、うん、はい、よろしくお願いします。いや、私今日初めて生で聞くんですけれども、まあ、ちょっとクリスタルボール、形状を今私が見たように説明しますと、うん、大きいおりん、仏具のようなおりんのような形をしている楽器で、ちょっとおりんの音にも似てるような感じがしますよね。なんか鐘のような音にも感じて、ね、優しい音ですけどね。そうですよね、これ癒しの楽器として有名なんだそうです。はい、今日はですね、その安佐南区東原悠遊堂に来ております。で、演奏していただいた萩田由紀子さんに詳しくお話伺ってみようと思います。萩田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。クリスタルボール、さっきちょっと簡単に私の印象で説明させていただきたんですけど、このクリスタルボール、ちなみにどんな楽器になるんですか。はい、クリスタルボールは水晶からできた檻のような形をした楽器なんです。7つ揃えて叩くのですけれど、ドレミファソラシといった音階があります。この今萩田さんの周り、萩田さんを中心に 1,2,3,4,5,6,7 つのおりん、この大きさも様々で形は一緒なんですけれども、これがそれぞれドレミファソラシドの音を奏でるということなんですかね。あ、そうなんですよ。で、こちら実は楽譜がない楽器になるんです。皆さんよくね聞かれるんですけれど、はい、その方その方の来られた方の感じたこと、私が感じたことを音を表現しながら演奏しています。例えば心に寄り添うようにだったり、この方の背中を押すようにだったり、また軽やかさを出すようになど、一人一人に寄り添った音を出すようにしています。楽譜がないということで、もう即興アドリブということなんですね。あ、そうなんですよ。音階にもドはドのテーマがあったり、ファはファのテーマがあったりするように、その方に合った音階を選んでいただいてます。じゃあ、ちなみに私がここに来て、もし萩田さんに自分の背中を押してもらいたいと思った時に、ちなみに何の音が聞いたりするんですか。あ、それはファの音になりますね。ファの音を奏でていただくと、ちょっと自分の心が前向きになるような感じがするような感じなんですかね。そうですね、よくね、ハートを開くとか心で感じるといったように、その方の心が自分と向き合って、柔らかく、ね、内側からほぐれるような音、それがね、ファの音なんです。私これ間近で聞いてみて思ったんですけども、ちょっと太鼓を間近で聞いた時のように、体に共鳴するような気がしたんですね。そういう効果とかもあったりするんですか。はい、もちろん、そちら私がいつも気にしている、気にかけて叩いているところで、その方の体やその方の心に寄り添うように、どのように音が響いていくかっていうのをいつも気にかけて叩いています。これってちなみに生で聞きたいなって思った時に、演奏会とかされてらっしゃったりするんですか。あ、はい、悠遊堂でいて、月に4回ほどこちらの少人数で開催させていただいていたり、 あとはお寺や古民家などに呼んでいただいて、イベントとしても叩かせていただいています。これ萩田さんが今すごく素敵に演奏してくださったんですけども、私もちなみに叩きたいなと思った時に、これ萩田さん教えていただけるんですか。あ、もちろん、ぜひぜひこれって習得するのにいくらぐらいかかるものなんですかね。あ、そうですね、クリスタルボールは安いものではないんですけれど、一つ一つ揃えていただきながら、やはり7音階揃えていただいて、3ヶ月くらい私とね少し向き合いながら、うん、
叩いていただければきっと素敵な音色が出るようになるかと思いますよ。ありがとうございます。ちなみに広島でクリスタルボールってなかなかちょっと耳にしない楽器だなと思ったんですけれども、これから萩田さんが広島でこのクリスタルボール演奏されるときに、なんか目標とかこれからどうしたいなとかいう思いとかってあったりしますか？あ、はい、広島はピースということで平和公園になどもあるように平和公園で叩いたり、ゆくゆくはですね、古民家など田舎の方に引っ越しして、カフェをしながらね、おじいちゃんおばあちゃん子供さん皆さん家族でね来られたりして、大きな広場でお茶を飲みながらクリスタルボール聞いていただいたり、そういったねゆっくりして過ごしていただけるような空間もね作っていきたいなと思っています。ありがとうございます。いや、しおりさん、アニアさん、はい、すごい素敵な楽器ですね。私も初めて今日目にしたり耳にしたりしたんですけれども、これからちょっとなんか雨のシーズンにも入ってきますし、なんかお家で聞いたりとか、ちょっとなんか心落ち着けたい時に聞くのも良さそうですよね。なんかね、ずっとこう聞きながら時間が経つの忘れそうな気がしますね。いや、本当ですね、すごい響き、はい、もうぜひ生で聞いていただきたいと思います。しかしもうそれでもね、習得してみるのもちょっと面白いかもしれないですね。では今日は広島市安佐南区東原の悠々堂から萩田由紀子さんにクリスタルボールについてお伺いしました。萩田さん、ありがとうございました。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 ラジオカー中継、小野優子さんでした。ユーキーさんから、私もシークワーサー大好きで、知り合いからシークワーサーを送っていただいたり、大宜味村さん 100% 果汁を取り寄せたりします。汁物、刺身、天ぷらにシークワーサーも大好きですが、シークワーサー果汁を使ったシフォンケーキやサブレを焼いて食べるのも大好き。シークワーサー元気になりますよね。カーブ選手にはシークワーサー果汁でジュースで作って、飲んでもらって疲れを取ってほしいです。いや、本当ですよね。はい、チバリオカーブって書いてありますよ。ありがとうございます。ルミネムさんはね、私も沖縄から広島県呉市に嫁いで13年、ここ数年は沖縄に帰ることができず寂しい思いをしていますが、アニアさんの声を聞くとふるさとを感じて温かい気持ちになりますといただきましたよ。はい、はい、もうシーカーさんの話題とか出ると、そうそうそうって思ってますよ。本当ですよね。絶対思ってらっしゃると思う。あとね、ペンペンコさん、やっとメッセージを送ることができます。そう、野村くんが一軍の舞台に戻ってきました。毎朝目が覚めると野村くんニュースを調べていて、久しぶりに叫ぶくらい嬉しいニュース来ました。アニアさん、本当に嬉しいです。気負いすぎず野村くんが納得のいく投球ができることを祈っています。いや、本当ですよね、だから石田くんに感謝、はい、石田さんね、レポートも入れてくれてありがたいですね。はい、メールで入ってきましたからね、報告が。幸子さんがね、石田アナウンサーのメールにびっくりです、はい、やったーと喜びました、ただその反面、18日にウエスタンに行く予定で、もしかしたら野村くんを見られるかなと楽しみにしていたので、ちょっぴり残念な気持ちもあります。いやいや、でもアニアさん推しの野村くん頑張ってねーと。ですよね、はい、もういいじゃないですか。他の選手を応援して、もう夜は野村が投げれば、はい、そうです、ユースケが投げれば最高。そうですね、一軍の試合でね。いやいやいや、はい、もうぜひお立ち台に立てるようなね、ピッチングしてほしいですね。見たいですね、はい。いやいや、これは本当嬉しいニュースでした、彼が勝ったらね、やっぱりピッチャー全体が盛り上がっていくからね、絶対、間違いないですから。そうですね、はい、はい。そしてまたね、そのいい感じがこう野手の方にもね回って、そうそうそう、歯車がうまく噛み合っていけば、はい、噛み合っていく、勝ちます、絶対大丈夫、はい、ニュースです。おじさま、おばさま、お兄さま、お姉さま、皆様、午前様様。11時を回りました。アニア総八さんと桑原しおりがお送りしている月曜日の午前様様です。この時間はジャパネット高田ラジオショッピングですよ。ババさんです。ババさん。はいはい、アニアさん、桑原さん、はい、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。梅雨の時期にそろそろですよね。雨季を迎えますよ、皆さん。はい、となればですね、皆さん、カビ対策、バッチリできてますでしょうか？そっか。ね、そこでなんですよ、はい。今日もおすすめのいい商品があるんですよ。はい。はい、
ケルヒャーのスチームクリーナーのご紹介でございます。はい、もうこの時期になりますとこれが欲しいということでね、たくさんのご注文いただくんですよ。なので7月30日まで実はちょっと短めのキャンペーンが組まれておりまして、うんうん、ここでお手にしていただいたらね、人気の商品がめちゃめちゃ安くなりますから、ぜひご検討お願いします。はい、なんでこの商品が必要なのかと言いますとね、はい、例えばお風呂場ちょっと覗いてみてください、うん、カビあっちこっち来てませんか、はいはいはい、ね、お風呂場だけじゃないですよ、うん、サッシのレールのところも見てください。あ、今の季節はねカビ来やすいんですよね、うん、はい、あれ一回真っ黒くなっちゃうとなかなか取れません、うん、特にあのパッキンのところね、うん、ゴムパッキンのところって一回カビになっちゃったらなかなかじゃないですか、うん、強力な洗剤を買ってきてね、皆さんゴシ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 なさると思うんですけど、はい、頑張った割には取れないでしょ、うん、そうそうそう、そうなんですよ、それがカビだからこそなんです。このスチームクリーナーが大活躍するわけなんですよ、はい、あのカビというのは皆さん熱に弱いんです、うん、ね、熱に弱い。実はこのケルヒャーのスチームクリーナーは先端から100度の高温スチームが出てまいります、はい、普通のスチームクリーナーってあの本体の中が100度になって、うんうん、出てくるスチームは70度80度っていうものが結構あるんですよ。そうなんですね。そう、でもケルヒャーはお掃除用具ばっかり専門に作ってる専業メーカーですから、はい、中にボイラーが入ってます、うん、そうだから中が143度でグツグツグツっと激沸騰してるんで出てくる温度が100度をキープできてると、こういうことなんです、ね、なので皆さんこの100度の熱をですねビャーっとカビに当ててみてください、はい、カビの根まで熱が届きます。カビを根絶やしにすることができるんですよ、はい、ね、洗剤でゴシゴシするだけだと表面しか削れてないですから、うんうんうん、一見綺麗になったように見えてもですね、だいたい 2,3 日するとまたすぐカビ生えてきますよね、うん、そう、これは表面しか削ってないから、うん、ところがケルヒャーのスチームクリーナーは根ごと根からごっそりやりますから、次にカビが生えてくるまでの頻度がこれ長くなるということなんですね、うん、スパンが長くなる、はい、つまり、まあ、月に1回ぐらいお掃除すれば大丈夫なお風呂になるということなんですよ、うんうんうん、ね、あ、私これね皆さんにちょっとアドバイスなんですけど、はいはい、お風呂場を掃除するときには、はい、まず天井からお願いしますね。天井、そう、天井って一見綺麗に見えてもよく見るとね、はい、ちっちゃくカビがあっちに1個こっちに1個とかあるんですよ、はあはあ、そのカビから胞子が降り注いでおります。ね、だからね、カビはまず天井から落ちてくると思ってください。 なので、そう、お風呂場はまず天井からお掃除スタートですよ、はい、そして壁をやって最後に床のところをねお掃除お願いしますね、うんうんうん、これだけやってもですね全部手が届きます、うん、というのはジャパネットのスチームクリーナーは最初からいろんなアタッチメントつけてますんで、うん、ハンドブラシとか延長パイプも2本入ってますからね、はい、天井だって皆さん椅子に登ったり脚立に登ったりしなくてもそのまま届くようにできてますから、延長パイプつけていただいたらそのまま届きますから、うん、だからお掃除が楽なんですよね。お風呂場、まずはカビ対策をバッチリやってくださいね、うん、そしておすすめの場所はフローリングの床でございます、はい、裸足で歩いた時にねベタッベタってなってらっしゃいませんか。あ、ね、それは雑菌です。雑菌です、はい、そう、あのこの季節というのはね知らず知らずのうちに足の裏汗をかくんですよね、うん、その汗が皆さん床に毎日毎日ちょっとずつ積もり積もってるんです、うん、そこに雑菌が繁殖するんです、はい、このケルヒャーのスチームクリーナーは100度の蒸しタオルでブシューッと拭き掃除ができます、うん、人の手だとどうしてもね40度50度ぐらいですよね、せいぜいね、うん、ところが100度でお掃除ができるんでその雑菌も除菌しながらお掃除ができるんですよ。へ、床がサラッサラ気持ちよくなります、うん、足の裏が喜びます、うん、というかもう床に寝そべりたくなりますそれぐらい気持ちのいい床に変わるんですよ。これがケルヒャーのスチームクリーナーいいでしょ。あ、おすすめもう一個ありました、うんうん、あの畳、はい、畳のお部屋って実は梅雨のシーズンってカビが結構来やすいんですよね。なんとなく和室に入った時にカビ臭いって感じる時ありませんか、うん、そんな時にこの100度のスチームでブーシューと拭き掃除をお願いします、はい、イグサの香りが蘇ってきます。これいいですよ。だからね、お客様がいらっしゃる前の晩にこれお掃除していただくと、あら、私のためにわざわざ畳を表替えして待っててくれたの、っていう感じになるわけですよ、いいですよ。そして最後はキッチンですよ、はい、ね、キッチンもコンロ、油汚れは100度のスチームでもう溶けて浮かび上がってきますからねそしてね、排水口のところにほらメッシュとかありますでしょ、 はい、ああいうところも今の時期ってちょっとヌメヌメしてますね、皆さん、ね、そういうところも100度のスチームでシャー、
やっていただくと、はい、キュッキュッってなりますからね、うんうん、そうだからもうお掃除したい場所がいっぱい出てくるわけなんですよ、ね、なので後からアタッチメントいろいろ欲しくなりますんで、はい、もうジャパネットは最初から全部つけてます。床用のアタッチメント、ハンドブラシ、延長パイプ、窓用のブラシ、それから小さいノズルなんかも全部最初からセット。このセット内容だけでも普通に後から買ったら 15,910 円しますからね、ええ、約 16,000 円相当ですよ。これを今回漏れなく本体に最初から付けまして、はい、お値段が税込み 26,980 円、はい、ぐらいする商品なんですけど、ええ、うん、さあ皆さん7月30日までの期間限定のキャンペーン、はあ、今なら8000円引きが適用されて、ええ、今なら18,980 円なんです。おだって付属品だけでも16,000ぐらいするんですよ、ええ、本体一体いくらなのって感じでしょ18,980円で全部届きますからね、うん、だからもうジャパネットで累計140万台を超えているというね、大ヒット商品なんですよ、うん、もうぜひ皆さんこれがあるかないかでこれからのシーズン夏のお掃除のねこの重労働じゃなくなりますから。そうですね。ね、カビ対策にもバッチリ、油対策にも、床のねフローリングのお掃除対策にもバッチリですから、はい、できるだけお早めに 0120-441-555 番、441-555 番でお電話お待ちしております。ババさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピングでした。ジャパネット、ジャパネット、夕暮れの三日月さんから、残りの交流戦はベテラン野村投手と今日が誕生日の中村翔成選手の広陵高校の先輩後輩バッテリーで勝利し、チームのムードを明るくしてほしいです。焦らずじっくり落ち着いてプレーしてください。私たちファンはいつも温かく応援しています。野村投手へのエールも来てますよ。いいことです ね、 ねえ、あの翔成、中村翔成とバッテリー組んだら、うん、楽しいですよ ね、 ねえ。あとね、ナックちゃんもね、野村くん情報が涙が出るほど嬉しくて飛び跳ねています。怪我のないよう祈っています。アニアさんのノミニケーションもよろしくお願いします、うん、熱いメッセージ。いやいや、怪我怖がったら何もできないから、はい、思いっきり、そうですね、うん、挑戦してほしい。さあそこで、あの先ほど野村投手がマツダスタジアムにいますよっていうふうにメールをくださった石田アナウンサー、はい、はい、ちょっと電話つないじゃいました。あ、そうなんだ。まだ松田スタジアムにいるみたいなんで、はいはいはい、聞いてみましょうね、はい、石田さん。はい、アニアさん、河原さん。おい、いやもうでかした、ありがとうございましたね。いい情報です。最高。いやもう本当週末アニアさんと球場でね会話すればするほど、石田のせいで負けた、石田のせいで負けたとその通りだもん言われましたんで、うん、いやここはね流れを変えるためにちょっとねアニアさんのちょっとくすぐってみようかなと思ったんですけど。いやいやいや、かなりもうね、もう顔がねほころんどる。そうでのリスナーさんもかなりくすぐられてますから、うん、で実際野村選手どんな感じでした、ご覧になったんですよね。そうですね、はい、あの表情非常に、明るい感じでですね、あとはキャッチボール徳田投手とした後は、あのライトとレフトのフェンス際をですね結構一人で走り込んで、ストップウォッチを片手にですねダッシュして、半分センターまで走ったらレフトまで休んで、レフトからセンターまでダッシュしたらライトまで休んでというですね、かなりこうアニアさん好みの下半身をここに来ていじめ抜いているという感じがしましたね。そしてね、最後あの練習終わりには球場にこう一礼して、グランド方向に一礼して、こうベンチの奥に消えて、今出てくるのをマスコミはみんな待っているという状況ですね。なるほど。どうですか今の聞いた皆さん。いやいや最高ですよね、はい、やっぱこう彼はやってくれますよ、うん、はい、うん。そしておそらくですね、まあ、週の後半あのベルーナドーム、はい、ライオンズとの3連戦で出番があるんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、あのライオンズ相手には過去6試合投げて野村投手4勝0敗、防御率 1.60 と。あら、情報マンですからね。ああ、さすがです。さすが。石田さん、本当ここ最近ね、ろくなデータが今出てこなかったので、交流戦ですごい嬉しいデータが。いや、これはいいと思いますし、うん、あとはですね、もうアニアさんといえば、はあ、シーズンのね、トータル白星を計算するアニア算で有名ですけど、はいはいはい、もうアニアさん、あと3つしか負けられません、今シーズン。そういうことですよね。ですので、今から全部勝つ。80勝3敗でいけばですね、アニア算到達になりますんで。はい、
なるほど。それをね、目指すためにも大事なピース、うん、野村投手、期待したいと思います。うわー、これ嬉しい、期待できそう。いやいや、最高なね、情報ありがとうございますよね、本当。ちなみに今、他の選手とかってどうなんですか、様子とかは分かりますか？ピッチャー陣が今日練習をしていたということで、はいはい、全員一旦こう、ロッカーの方に下がっていったんですけど、まあ、逆に野手の選手たちがちらほらですね、まあ、遠征に出かけるという日になっていますから、はい、球場にスーツ姿で入ってくるというような、そんな時間帯ですね。どうなんですかね、皆さん。まあ、表情としての、まあ、印象なんですけど、今。そこまででもですね、引きずっているというわけではなくて、まあ、上本選手に昨日試合後も話聞いたんですけど、はい、もう一戦一戦だと。はい。いうことで、もう一回やっちゃいますよということを言ってましたから。そうですね。そう。広陵トリオで頑張ってもらいたいと思いますね。いや、本当です。そうですね。そうだそうだ。本当、広陵、トリオになりますね。広陵がいっぱいね。はい、出身の選手の大活躍が楽しみですね。うん、楽しみ、楽しみ。はい。いやー、また石田さん、いい情報ありましたら、どんどん、また教えてくださいね。はい、すいません。皆さんがね、元気になる薬になればと思います。はい、ありがとうございます。元気もらったよ、本当に。うん。うん、ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。松田スタジアムにね、いる石田アナウンサーと電話をつないでお話ししてみました。はい、まあ、野村投手、期待かかりますね。そういうことですよね。やってくれますね。はい、期待しましょう。御前様会議その2、今週は試しにやってみたがテーマです。へ坂のプリンセスさん、私はカープ観戦に行くと必ずカープうどんを食べていました。ある年の恋祭りの時、周りのお客さんたちがカープラーメンを食べているのを見て、いつもはうどんだけど試しにラーメンにしてみようとカープラーメンを買って食べてみました。個人的にはラーメン気に入りました。その日からラーメンを選んでいます。カープラーメン、私もちょっとカープうどんばっかりなんで基本は。ラーメンは初めて聞いたもんね、これ。カープラーメン、まあ、ラーメンがなんかの選手の紹介メニューでラーメンがラインナップされてたこととかはあるんですけど、カープラーメンって私もちょっとあんまり印象がなかった。ねえ、僕は初めて聞いたよ。ねえ、はい。結構じゃ今ラーメン派も増えてるのかもしれないですね。うん、今ラーメン派増えてるんですからね。お店自体はね、うん。あっちこっちにできてる。はい。行列だもん。そうですよね。はい、山本五十方さんは、専門学校時代に軟式野球部でピッチャーもやってましたが、持ち球はストレートとシュートとスライダーで、練習してもなかなかカーブが投げられませんでした。うん、そこで試しに、当時カープの守護神で高校の先輩でもあった小林誠二さんの最大の武器、パームボールを投げてみたら見事にはまり、うん、秋の東京都のリーグ戦で1安打無四球完封1試合を含む3試合で失点ゼロでした。ほう。すごい。ちなみに握りが V サインの指の形で、テレビで見たらトコちゃんも同じ握りに見えたんで嬉しかったですと。はい、はい、どこだ当時もね、今パンボールやってますもんね。うん、ですよ、あれすごく効いてますね。いいですよね。はい、でもすごいね、一気にパームボールを、うん、習得したことで試合結果にいい方向に出たんですね。そういうことですね。ああ、よかったね。そんなに簡単に投げられないでしょ。なかなか投げれんですよね。こちらは宇治なフィフティーンさん。息子が小学3年生になった時の話。3年生になったらスポーツをやらせたいと思っていた私は、小学校にあるミニバスケチームの入部体験へ試しに行かせました。入部体験後、バスケが楽しいと言って帰ってきた息子は、その後チームに入部し、6年生の時にはチームのキャプテンとなり、すっかりバスケット少年になりました。今思えば、試しに入部体験に行ってよかったなと思ってます。はいはいはい。これわかんないですもんね。そうですよね。うん、急にこう、好きになったりとかしますね。試しにやらせたらね。うん、自分にあったのをね、やっぱ見つけたいことでしょうね。はい。でこればっかりもやってみないと分かんないから、そういうことです。最初はもう入り口はもういろんなことを幅広くやるっていうのは、うん、何でもやって、うん、ね、自分に合ったのを探せば一番いいんですからね。そうですね。桃三昧さん、ひげ剃り用の T 字カミソリがなく困っていた私、そんな私を見ていた妻がこれあげると言いながら私に渡したのは女性が使う除毛用の T 字カミソリ。古くなって剃れなくなったんで捨てようと思っとったんよという妻。剃れないカミソリを使えとは何とも失礼な話。でもヒゲを剃らないわけにもいかないので、試しに妻のカミソリを使いました。すると、
カミソリの肌触りがグー。いつも使っていたカミソリは肌に傷がつき出血が欠かせなかったけど、妻のはスルスルと剃ることができる。この日以来、女性用の T 字カミソリを使ってヒゲを剃っている私ですと。まあ、女性ものの方が多分こうなんか当たりが柔らかいようにしてあるんだと思うんですよ。はいはい。男性のヒゲが剃れるかどうか分かんないですけどね。まあ使ったことないから僕らも分かんないけど、ね、アニアさんはもう今あれですね、ハサミ、ハサミで手入れちょ、うん、切ったりね、カミソリで剃っ、あ、剃ったりもするんですね、はい、アニアさんのは女性用のでまかないないかな、どうかな。いやいや大丈夫大丈夫、女性用のカミソリで肌触り優しく、はい、優しくタッチしながら、そうはい、じゃあとはフリージア大好きさん、小学生の時学校から見に連れて行ってもらったサーカスで見たお姉さんたちの体が柔らかいので、なんであんなに柔らかいのかと不思議に思っていました。友達が毎日お酢を飲んでいるのだと教えてくれたので、私は毎日酢を飲ませてほしいと母に頼んで、母が止めるのを聞かないで飲んでいました。体が柔らかくなるまでに胃が痛くなり酢を飲むのをやめました飲みすぎだよ、飲みすぎですわ、ね、適量だと非常にいいんですけどね、朝ね、うん、いいらしいですね、ね、はい、何でもほどほどに試してください。そう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 、今週の会議のテーマは試しにやってみたです。メガネの田中、聞こえのクエスチョン。このコーナーは笑顔の毎日のために聞こえる暮らしを提案するメガネの田中の提供でお送りします。メガネの田中、聞こえのクエスチョン。このコーナーでは専門の方をお招きして、最近の補聴器についての魅力やお互いが聞こえ合うことの重要性についてクイズを通してお伝えしていきます。今日もメガネの田中から展開されている聞こえの田中の社長、鍋さん、いらっしゃっています。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか先週すごく肩が、ね、痛い、腕が痛いという話でした。おかげさまでだいぶ良くなってきまして、はい、よかった。まだ若いから治りも早いんじゃん。そういうことかもしれないですね。家事はもう 120% で頑張ってます。あ、おっとビッグボスのために。いや、そうですね、ビッグボスだよねなんかあの今日試しに今やってみたっていうことで、なべさん、あ、そうですね、今日ちょっとあのテーマが試しにやってみるなど、うんうん、今日ちょっとあの私あの最新の Bluetooth のイヤホン型の補聴器、はいはい、耳にスポット入れてる、ね、そうですね、今ね、はい、両耳入れてる。これをつけたままちょっと収録に参加させていただこうかなと。はいはい、はい、ちょっとこう見た目的にはね、なんかあのこの人一人でスタジオ入って音楽かなんか聞いてるかなみたいな。そう思いますけどね。いや、そう、今ね、みんな Bluetooth でよく若い子はね、やってますから。本当にあのすごく小さくって、わあ、本当だ、本当に普通にイヤホンの感じで、ピーナッツ耳に入れて、ピーナッツですね、はい、ピーナッツがちょっと今耳に挟まってますっていうぐらいで、あのコードも何もないし、はい、ね、あれがいいですよね、うん、だから何もないのが、もうあのスマホとつないで、まあ、スマホで調整したりとか、はい、あとあのまあ比較的程度的には、まあ、最近ちょっと聞こえにくくなったかなくらいのライトな感じの時に、まあ、お気軽お手軽に使っていただいて、まあ、ご自身であと調整とかも全部できるので、はい、わあ、いろんなのが本当ある、まあ、もちろんあの音楽とかもね、あの聞けちゃいますんで。なるほどなるほど、そうですよね、スマホと連動してるわけですからね、はいはい、おお、じゃあこれ子供がやってるのもそういう感じだろうね。あの、まあ、よく若い人が今やってるのは ね、あの本当イヤホン型なんで、はい、なんかそれとあの同じような感覚に見えます、我々、ね、からしたら、はい、なるほど、こういう方の補聴器もあるということなんですね、はい。さあ、それではですね、あのこのコーナーでいつもクイズ出していますが、まず先週ね、出題した聞こえに関するクイズの答えのね、発表からいきましょうか。まず問題を振り返っていきます。問題、メガネの田中、聞こえの田中が行っている今時のサービスはどれでしょうか。1番、古くなった補聴器を仮想通貨に交換できるサービス。2番、家からでもリモートで聞こえのカウンセラーと相談できるサービス。3番、人工知能が人間の代わりに接客してくれるサービス。4番、鍋さんの動画配信サービスというのが問題で、アニアさんは何番が良かったんでしょうか。僕は4番。私も4番、鍋さんの動画配信サービスが見たかったいやいや、その通りだもん ね、もう追い込まれた感じですねあ、4番が正解ですか。そうなんですか
もうすごい汗がドワドワ出てきたんですけどもいや実はあのすいませんちょっと4番はまだあの社内でも多分これダメって言われるんじゃないかなと思いますんでさすがにないですか今日はあの2番でお許しいただければと思います2番ですね、はい、家からでもリモートで聞こえのカウンセラーと相談できるサービスこれを今日は正解ということでお許しくださいっていうかもうこれだと思いますよかったですまあヒントがねこのコロナ禍で普及したサービスということだったんでやはり2番っていうことになるんでしょうか、はい、ただコロナ禍以前にもこういうのサービスってあったんですかそうですね、うん、あのサービス自体はあったんですけれども、うん、これやはりもうこうコロナ禍で、まあ、あの会議からのもう飲み会までもうみんなリモートにしましょうみたいな形で結構そのリモートで、うんまあ、人とつながる誰かとつながるっていうのも結構当たり前になったっていうのはあるかなと思いますし、はいまあ、それによってこう技術もねすごくこう使いやすくなって、まあ、皆さん誰でもあの使えるようになったし、まあ、実際使われる方も増えたということで、はい、でまあ、あの例えば、ね、補聴器なんかも、はいまあ、スマホと連動させることによって、まあ、今まではお店にいらっしゃらないとなかなかこう調整とかができなかったんですが、はい、あのお家や、ね、あと外出先なんかからもあのできるようになりましたので、うんうん、あとは、まあ、あの聞こえのカウンセリングなんかは、まあ、以前からそのお電話で、はいまあ、あの聞こえの相談内容ってご紹介いただいている部分なんですけども、あのお受けしておりましたがあのリモートでも、ね、あの同じようなことができるので、ねはい、電話だとどうしても顔が見えないとか、はいね、あるんですけども、あと一人でしかなかなか参加できないみたいな、あのリモートだと、まあ、あのお互いの顔が見えますし、うんまあ、ご家族と一緒にね参加もできるので、まあ、いっぱい相談できていいよねとあのお客様からもお声いただいております。確かにちょっと一人だとね不安な人はそういうことですよね、一緒にっていうのは助かりますもんね、はい、それとまた便利もいいですよね、うん、その方がそうですね、はい移動とかもねないっていうのもあるんで、うんまあ、そのリモートでのカウンセリングなんですがこれ実際簡単にできるものですか。そうですねよく、まあ、あの会議なんかで使うやつだとねこう事前にこういろんな登録とか、はいあのアプリとかダウンロードとかあると思うんですけども、はい今あのメガネの田中であの使っているものに関しても、はい、QR コードを読んだりとかあとはもうクリックするだけで、はいまあ、その場でもあのアプリとかダウンロードせずにそのままつながっちゃうという簡単仕様のものをあの使わせていただいておりますので、じゃあ、はい、ぜひ、うん、アニアさんもできるかもしれないですよ。いやいや、まあ、なかなか、まあ、なかなかこういうことに対してはちょっといや今日テーマは試しにやってみようですいや本当だよねちょっとさっき追い込まれちゃいましたねえもうカープのことだったらねパッと積極で行くのに何でも喋れるんだけどちょっとこういうリモートとかなんか IT のことになる機械系はねちょっと苦手なんだよねみたいですよでも予約すればいいんですよねこれ。そうですね、あのご予約いただければあの、まあ、ご予約なしでもねあのかけていただくことできるんですが、うんまあ、ご予約いただければ例えばアニアさんもあのちょっと今日はあのカープの話もしたいよって言ったらちょっとうちの熱血カープファンとかをはいはいあの出てきちゃうかもみたいな。そうですか。確約できないですけどね、ユニフォーム着てあのカープ あの必勝祈願も合わせてやっちゃうかもしれません、ね、なんて僕が言うとこれ問題になりそうですねすいませんちょっと盛りすぎてます大丈夫です。アニアさんとお話するときはあのカープの不満をぶちまけても大丈夫です。アニアさんにアニアさんが受け止めてくれますさあそれではねあの正解者の中から抽選で選ばれていただいた当選者なんですが、うん、この方です。ラジオネームスイレンさん、クオカード1000円分プレゼントします。あのスイレンさんはね、リモートはいい機能ですね、孫とリモートしてますよというメッセージも送ってくださいました、うん、ありがとうございます。まあやっぱりビデオ通話はね一般的になってきてますね。そうですね、はい、もう本当にあの我々としてもねあの気軽に、まあ、聞こえのことちょっと気になるなっていう時にはあのお電話でもいいですし、まあ、リモートでもいいですし、はい、はい、そうですね、お気軽にはいご相談いただければと思います。さあでは今日も聞こえに関するクイズいきますよ。今週のクエスチョン問題。メガネの田中、聞こえの田中でできないアフターケアはどれでしょうか。あのできることじゃなくてできないことね、できないことを選んでくださいよ。1番耳掃除をしてくれる。2番定期的にカウンセリングや聞こえのチェックをしてくれる。3番補聴器の使用状況から聞こえのアドバイスをしてくれる。4番補聴器のメンテナンスや聞こえの調整をしてくれる。繰り返しますと、メガネの田中、聞こえの田中でできないアフターケアはどれでしょうか。できないことを選んでください。1番耳掃除をしてくれる。2番定期的にカウンセリングや聞こえのチェックをしてくれる。3番補聴器の使用状況から聞こえのアドバイスをしてくれる。
4番、補聴器のメンテナンスや聞こえの調整をしてくれる。これ、アニアさん、どれでしょうかね。まあ、一つだけね、うん、違うのが入ってるんじゃないかなと思うんですけどね。なんか私も読んでてね、一つ異質なものがありますよね。ですよね。どうでしょうね、これ、鍋さん。そうですね、なんかこう動画配信と同じような感じで、ちょっと異質感がありますよね。まあ、なので今日ちょっとまあ、ヒントなしということで、うん、いっちゃいましょうかね。まあ、分かりそうな気がしますね。はい。はい、代わりと言ってはなんですけども、はい、番組の最後にちょっとお得なお知らせの方を。なるほど。これで。ご用意してください。この代わりにということでね、はいはい、お得なお知らせを後ほどお伝えしますからね。はい。さあ、それではクイズに参加される方は、メール、1350@rcc.net、1350@rcc.net まで答えを送ってください。正解者の中から抽選で1名の方に、クオカード1000円分をプレゼントします。答えと合わせて気になる質問も送ってください。回答の締め切りは今から番組終了11時40分までです。皆さんからのご参加お待ちしています。なべさん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、午前様クイズの当選者発表いきましょうかね。はい、今日は会議のテーマ、試しにやってみたで、アニアさんから問題出しました。アニアさんが大好きなシークワーサー、どんな料理にも使っているんですけども、試しに入れたらとっても美味しかったもの、一体何か。はい、味噌汁だったということですね、うん。当選者はこちらの方、ラジオネームプリプリプリンさんです。川中醤油の芳醇天然かけ醤油ボトル、減塩タイプボトルと季節のおすすめをお送りします。おめでとうございます。おめでとうございます。セルド佐藤さんから、カープラーメン、ずいぶん前からありますよ。あ、本当？あのラーメン裏メニュー的な存在で美味しいですよと、まさに隠れた一品ですと。長ちゃんもカープラーメン旧市民球場の時からありますよ。そうや。ちょっと待って、私、アニアさんも私もどうしてたんですか。どうかしてました。いや、もううどんのイメージしかなくて。うどんしかなかった。多分もう、じゃ同じ売り場にあるってこと。この違う売り場、あ、市民球場違うオリブだった。ちょっと今どうか分かんないけど、うん、でもうどんめがけて言ってるから、頭の中にもううどんしかなかった、ね、でしょ。ラーメンって発想がなかった。失礼しました。いや、本当本当、市民球場時代からあったっていう風な情報もありますからですよね。もう カープうどんしかね、そうそうそう、頭の中多分みんな今何寝ぼけとる二人って言ってたのかもしれない。すいません。あ、そうでしたか。はいはい。まあ美味しそうですよね。美味しそうラーメンね。あとね、ちょっと質問で、福山ゾッコンラブさんが、選手雨にずっとこの間濡れてたじゃないですか、うん、どのくらいのタイミングでユニフォームって着替えるんですかって。まあ一人がね、だいたい今最近の、うん、選手は7着ぐらい持っとるんじゃないかな。6着か7着ぐらい。あんまり思ったよりは枚数は少ないって聞いたことあるんですけど、うんうん、ただでも最近はもう結構ね、個人的にもあれ持っとるの多いですよ。ああ、なるほど、はい、じゃああれは自分のタイミングで着替えるんですかね。まあ着替えるのはね、自分のタイミングで、うん、裏でね、はい、いや、ただもう本当応援でね、タオルを持ってても重たくなってびっしょりになりましたということで、確かにユニフォームも重たくなってて動きにくいでしょうねっていうふうにね。そういうことですよね。だからやっぱこう何回も変えるでしょうね。そうでしょうね、はい、最低でも3回に1回は変えるんじゃないですかね。おお、なるほどね、はい、さあ、そしてね、来ました、アニアさん、マリペさんから、本当にお久しぶりのファックスです。アニアさん、やっとやっとユウスケが一軍に帰ってきました。もう嬉しくて涙が出そうです。今からワクワクドキドキです。ユウスケには自分を信じてしっかり投げ切ってほしいです。頑張れユウスケと。いや、本当ですよね、久しぶりに本当に来ましたね。本当、マリペさん、マリペさんね、お久しぶり。そうです、それぐらい久しぶりってことでしょう、野村投手。いや、本当ですよ、うんうんうん、うん、いや、これはみんなの注目が一気にね、寄せられてますから。そうですよね、今年は絶対今からね、はい、もうずっと一軍に残ってほしいですね、うん、そうですね、はい、はい、さあ、そしてしいたけペンギンさんがね、開幕6連勝の後慌ててカープ V 預金に有金すべてを預けた妻の機嫌が悪くなる一方ですって言われる。あ、そうか、なんとか貯金のがあるんだ、うんうんうん、そうですね、はい、まあ、あと交流戦ちょっともう1週間ねありますけど、そうそう、大丈夫ですよね。大丈夫、はい、うんうんうん、だって西武戦に野村投手が出る可能性高いから、十分ある、うん、今まで4勝0敗でしょ、はい、防御率1点台、OK、すごいじゃん。今度は勝ち越して、ね、いけるでしょう、絶対帰ってくる、はい、うん、お相手は桑原しおりとアニア・ソアジでした。